はい、こんにちは、しおみんです。ですね、今日はですね、5月の13日ですね、5月の13日で、緊急事態宣言がですね、まだ、ずっと続いているような状況です。こちら大阪なので、なんとか都市に指定されているんですね。なかなか、ステイホームがずっと続いているというような状況でございます。でですね、とはいえですね、あと1ヶ月2ヶ月ぐらいしたらちょっとずつ緩和されるんではないかなと思ってですね、それた時にぜひ、僕も行きたいというかですね、みんなもぜひ行ってほしいと思うようなですね、沖縄那覇のですね、割と穴場じゃないかなと思ってるスポットをですね、5つご紹介したいと思っております。では早速参りましょう。ポン。はい、1つ目はですね、パーラータコスというところですね。これ去年行ったんですけどね、これ見てくださいよ、この看板。これどこ行った？これおつまみセット、センベロのおつまみセット、タコスとソーセージと冷ややっこと、あとドリンク3杯ついてですね、1000円という、まあそういう素敵なお店がですね、那覇の国際通りのちょっと裏あたりですね、あたりします。もしこれコロナが落ち着いたらですね、僕ももう一回行ってみたいなと思ってます。まあいろいろ沖縄はですね、安い店多いですけど、ここまで安いっていうのはね、結構穴場じゃないかなと思ったりします。ただしですね、コロナでお店がなくなってるかもわかんないですけど、まあ、頑張ってほしいなと思っております。一つ目はセンベロセットがあるパーラータコスですね。パーラータコスというお店をご紹介しました。はい、二つ目はですね、桜坂劇場という、これまたですね、小劇場なんですけど、国際通りの真ん中辺のちょっと裏あたりにある劇場なんですけど、まあ、基本は映画館です。で、映画館ですけど、まあ小劇場にあるように映画館って、普通にロードショーとかでですね、そのかかってないような、割とマニアックな作品とかを上映しているような映画館です。で、プラスですね、その映画館にですね、常設してある地元の沖縄の人たちのクリエイターのですね、作品が展示してあるって、これまたちょっとね、いろいろ味があって見応えがあるんじゃないかなと思っております。まあおそらくここにしか置いてないようなものとかですね、クリエイターの作品もたくさんあると思うんで、沖縄のクリエイターの人の文化みたいなのを探るためにですね、桜坂劇場、こちらもコロナでやられてなければいいんですけどね、ということでですね、2つ目は、桜坂劇場のを紹介してみました。はい、3つ目ですけど、3つ目はですね、ソーキそばの田園さん。これ結構有名かなと思うんですけど、もともと牧市場の近くにあったんですけど、まあまあそこにある田園さんですね、ソーキそばがですね、このまま行ってれば、390円、去年行った時点で、ソーキそば専門で390円というような、格安のですね、ソーキそばが那覇の、旧牧市場のお近くで、食べれたりします。はい、ここも僕那覇に行くと割と頻度に寄っているような、お店でございます。まあ、そんなところでですね、すごい美味しいお蕎麦屋さんがあるかなと思うんで、ぜひ那覇に行った時には行ってみてください。はい、4つ目です。4つ目はですね、沖縄の那覇にマンコっていう湖があるんですけど、そこに、水鳥湿地センターというのがあります。まあ、ここは無料で行ける公共の施設なんですけど、ここのですね、マンコ水鳥湿地センターというところにですね、まあ、割とこう湿地帯の中にこう道路、人が歩けるような道が作ってあって、そこを、まあ沖縄の中生ぬるい
い風にね当たりながらですね、歩いていく。そしてですね、そこのセンターのところにちょっと小さいテラスがあってですね、そこでなんかのんびりとですね、沖縄の生ぬるい風を当たりながら昼寝をしているとかですね、そういうのがすっごい緩くていいですよねと思ってます。ですので、まあ沖縄で本当にちょっとしたところでのんびりしたいなと思うんであれば、ぜひこのマンコの水鳥湿地センターというところに行ってみてはいかがかなと思っております。はい、5つ目なんですけど、5つ目はですね、空港の中にあります、空港食堂というのがあります。ここね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、那覇空港の一番端っ側っていうか、知ってる人は知ってると思うんですけど、離島にですねエアドルフィンってい うすごいセスナーが飛んでたりするんですね。このエアドルフィンの乗り口あたりにある空港食堂っていうのがあります。僕が食べたのどれかな、まあ載ってないですね、タコスボール540円、ポーク卵そば600円とかですね、まあ那覇市内に比べればちょっとだけお高めなんですけど、他の空港施設から比べれば全然安いんで、もし早めに空港に到着したりしてですね、ちょうどご飯時とかであればですね、空港食堂さんを利用することをぜひお勧めしたいと思っております。はい、以上5つですね、パーラータコス、桜坂劇場およびソーキそばの田園さん、マンコ水鳥湿地センター、および、空港食堂で5つご紹介しましたけど、番外編としてですねステーキです。ステーキですね。それまでねジャッキーステーキっていうところをよく言ってたんですけど、最近はですねこっちですね、やっぱりステーキさんっていうのが、最近というかもう3年4年前ぐらいですかね、できてですね、こっちのコスパがすごくいいんで、ぜひおすすめしたいと思っております。やっぱりステーキさん、僕が行ってた時去年で、180g で1000円、 180g です1000円ですよ。はい、そうですね、 180g 1000円ですね。で、360g で1980円、プラスご飯サラダスープなどは食べ放題となっております。はい、こちらですね大阪の南森町にもですね実は支店があったりなんかしてですね、そこに行った時の動画もあったりします。ですので、沖縄行かなければ食べれないって話ではないんですけど、まあまあせっかく沖縄に行って何かお肉を食べるということになればですね、やっぱりステーキさんが一番美味しいんじゃないかなと思ったりします。僕個人的にはそこにあるね沖縄独自のステーキソースである A1 ソースっていうのがあるんですけど、 A1 ソースっていうのは僕は一番好きですね。うん、あと玉ねぎソースであったりシークワーサーソースであったり、まあ、いろんなソースを置いてありますんで、いろんな味が楽しめるっていうのも楽しいところですね。ですので沖縄行ったら、やっぱりステーキさんも外せないかなと思っております。はあ、ということでですね、那覇空港っていうか那覇の市内の周辺のですねおすすめスポットを何個かご紹介しましたけど、はあ、沖縄行きたいですねということでですね、もうちょっと落ち着いたらですね、沖縄にも行きたいと思っております。じゃあまた違う動画でもお会いしましょう。それではさよなら。